はい、どうもお疲れ様です。TL でございます。今日は、フェドロフ、看護兵のね、フェドロフ使っていこうかと思います。いや、ほんまもね、援護兵のパラベラム MG14 の軽量を使ってね、実況でも取っていこうかなと思ってたんですよ、最初はね。まあ、冷凍700で、まあ、弾数も700、あ、弾数700ちゃう。弾数はね、100ですね。で、まあ、なかなか強そうな武器あるじゃないのって思ったんだけども、解除条件がさ、まあ、今更の話だね。まあ、2、3、半年ぐらい前か、これ、パッチ入って、パッチで追加された。だから今更の話だと思うけどさ、もう解除条件がマジクソすぎて無理ですよ。あれとてもやる気にはならない。航空機2機破壊やろ、無理ですよあんなの。まあ、今は重爆撃機とかおるから楽ちんかもしれへんけど、あ、なんかおるんだ、ちょっと待って、楽ちんかもしれへんけどさ、それでも俺にはきつかった。何試合もやったよ、何試合やってもな、無力化までしかいかへんのよ、ほんまに無理や。あれはちょっとフレンドに航空爆なんやろ、対空兵器でも使ってもらって、俺がおこぼれをもらうとかね、まあ、そんくらいしないとちょっと無理かな。途中からね、もう MG14 軽量を解除する行為そのものがね、大勢の敗北と思うようになってしまって、まあ、それを感情をいただいた瞬間僕はもうやめましたね。うん、まあ、一応妥協してね、MG14 のね、制圧モデルの方はね、一応解除したんやけど、ちょっと使ってみたんだが、あまりにもね、あまりにもこう、ばらつきがやばいっていうか、もう反動がやばすぎてね、使う気にならなかったね。うん、まあ性能は軽量と一緒やろうから、ほとんどまあ微妙に違うかもしれんけど、あんまり変わらんから、まあ軽量だろうが結構反動はやばそうやけど、まあいかんせんね、制圧モデルスコープついちゃってるんで、ちょっとあの反動制御するのはちょっとしんどいかな。ちょっとしんどいわ。バイポッド、せめてバイポッド立てないと無理かなと思って、うん、バイポッド動画でもいいねんけど、あんま思んないやろ、やっぱこう、バカ突した方が面白いじゃん。ごめん、気づかなかった。今のは下手くすぎんな。やーべ。はい、オッケー。なぜかこのタンクは俺に気づいてないっていうね。あ、気づいてないよね、もちろん。うん。今俺、気を消してるから。うん。気をコントロールしろ。気をコントロール。バレーなのか、多分。一緒に戦う？ははは！無理か！ヘドロフはこう、中距離も普通にこう戦っていけるし、近距離も強いから、なんか、あれはね、BF4 でアーサルト使ってる感じに似てるよね、エースとかで。こう、パチ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 中距離もね、抜いていくみたいな感じでね。OK、ナイス。まあだから、フェドロフは俺ほんまに好きやな。うん。で、結構ね、連射したら、こう、サイトがばらつくからね、ちょっとバース落ちした方が、狙ったとこ飛ぶから、俺はちょっと、まあ、一点バースやりすぎかもしれんけど、こうバースト落ちした方がね、僕はいいんじゃないかなって思いますね。うん、結構来たな、アップル。倒せるかこれ。オッケー、ちょっと今弾抜けしたか。さあこの位置だいぶきついぞ。やばい、バレてる。ほら来いや、怖いんか俺。あれ、いやー、やりきれへんな、今左から。やべ、ハグキョ逃げた、こい。はい、残念でした。あ、迫撃俺の方に撃ってきたね。ちょっと待って、強いね、やっぱフェドロフ。普通にこう、近距離戦で腰ダメでもね、十分倒すことができる。そんな気がする。あいつラグいな。はい、オッケー、危ない。この穴ぼこめっちゃ強くない？ええやん。やばい、弾もうないわ。武器拾いたけど、どの武器拾うか忘れちゃった。設定をね、覚えてないっていうね。あ、腰ダメ強えな、これ。やめて、そろそろもう寿命かな。そろそろ寿命来たか、これ。うん。あと8発やな。お前だけでも。やばい、これ、アブレツピストルやんけ。なんでこんな装備してんねん、わしは。はい、オッケー。まあ、アブレツ強いからな、普通にな。まあ、ロマン武器ってことで、アブレツはほんまに好きやねんけど。やばい、ちょっと、マウスのコードが、マイクのコードの下敷きになってるから、すごく今、エイムがしづらい。はい、アブレツ最強。前、アブレツ縛りの動画出したけど、すごい無双してるからね、よかったら見てほしい。お、どうしたの、どこ行くの君。うん、どこ行くのかな。おい。アブレツはね、前の実況でも言うたんやけど、マイクのコード邪魔やから受けんで、前の実況でも言うたんやけど、こう精度がめちゃめちゃ悪いから、正直腰ダメで打ってもそんなに悪くはないかな。 ADS しても腰ダメでもそんなに、ほら当たるやろ、まあ、どうせこう一撃で倒せるキルが密着とかやから、腰ダメで十分やと俺は思う。まあ今外したけどね。まあどこ行った？どこ行った？あ？死んだんか？来いよ。
やべ、これはやばいですね、非常に。はい、オッケー、もう一人。やーん、くっそん。15キロです。まあ、途中参加ですね。キルマシンは今回は無理なんでね。ご勘弁いただきたいところですけれども。さあ、引き続きやっていくか。2倍ちょっと、あれかな、倍率高すぎるかな。まあ、いっか。連射速度これ遅いからね、フルオートする必要ない気がするな、やっぱり。さあ、ほんま、なんか1点バーストぐらいで頭狙った方が強い気がするな、ほんまに。よいしょ。アップルに攻めたい。アップル攻めたい。ちょっとね、スナイパー以外あんま使わないから立ち回りが、いまいちなんだけど。ほら、バターから打たれてんのか。めんどくさ。あー、取られてんな、バター。23?アップルから撃たれてない？あれは味方やな。心だ。あいつやりそうやけど。顔出せよ。はい、オッケー、ナイス。バターは取ってくれてるのね。取ってくれてるのね。どうしよっかな。アップルやね。これはアップルの方が美味しそうや。ようやくね、俺、キーコンフィグをね、見直して、ようやくスライディングをちゃんと使えるようになりました。今までね、スライディングがとても使えるようなね、キーコンフィグになってなかったんでね。はい、オッケー。さあ、逃げて。ちょっと俺に気づいてるから、こっち来るかな。誰か援護してくれるやつもなります。そいつ、そいつ。上来てる。うわ、さすがに、ハンターには、モデル店には勝てへん。アップル、これ、美味しいね。絶対美味しいね、これ。たた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 た。いまいち当たらんな。どう攻めよっかな。どう攻めるかな。あの辺はさすがにフェドロフの距離じゃないな。ここ惜しいぞ。はい、オッケー、フェッショフェッショポンポン狙ってこう、強いな。何しとるんや、お前は。そんなところの迫撃をとか舐めてるとしか言いようがないよね。うん、おい、ちょっとこ迫撃をさ、軽く使ってみたけど、生放送で。あれさ、どうやって切り取れんの？全然迫撃をキルできへんねんけど。せやのに迫撃をでキルはされるんだよ、敵からは。なんなんやろね、敵が使ったらね。あぶら、ちょっと待って、むせた。すいません。敵が使ったらね、すごく強いんだけど、なんか俺が使ったら全然当たらんっていうね。なんだろうね、あれ。迫撃用にうまいも下手もないと思ってたけどな。なんか、どうやらそうでもないらしい。迫撃を使う人が全員ヌーベと思ってたもん、俺。はい、オッケー。せやけど、意外とこうね、慣れてないと戦えないみたいなところがあるよね。はい、ラストキルいただきました。ちょっと短いんでね、次のこう、防衛もね、やっていこうかと思います。まあ、フェドロフ強い、扱いやすいとは言うけれども、言うてこれ、レート450やもんね。なんか BF4 に比べたら、しょうもないなって感じはするけどね。エースとか700何本あるもんね。AE金も900あれね。あの辺のね、レートでこう、中距離ブラーってやり合いたいけどな。やっぱ無理なんかな。第一次世界大戦そんな、強力な武器もなかったやろうしな。まあ、わからんけど、適当に言ってんね、今。まあ、レートを上げるんやったら、やっぱライトマシンガンかになるんかな。うん。ただちょっと MG14 のレートは高すぎるかな。オッケー、奥もう一人おるな。やれるか？頼むぞ。あー、無理だわ。ちょっと回復しよう。こっちは回復があるんだよ。残念だね。はい、は？ちょっと待て、当たらなさ、ちょっと待て。なんで今の？今の当たらなさすぎじゃない？エイムズ入れてたかな？いやー、ショックだな。まあ、スナイパーで扱ってるときはいつもこの辺で、エイム合わせてね、イモってるんだけど、こう、フェドロフちゃんやったらどこまでの距離倒せるかな。あの辺でいけんのか？ 18 ダメージだったな。6発当てなかんのか。なるほど、なるほど。ちょっときついな、これは。死ぬかもしれへん。これは、しかもタンク来ちゃったよ。はい、オッケー、ナイス。もう、あのぐらいの距離やったらほんま強いな。ほんまに。超近距離はちょっと勝てんときあるけど。あれもちょっとセルブストラダーとかの距離かな。あ、倒せたね、一応。ナイス！いいね。この、フレアガン敵のか。やばい。俺場所バレてるかもしれん。場所バレてるかもしれんな、これ。やめろ、撃つな！さあ、この辺に歩兵が、なんかいそうな雰囲気してるけど。いいですか、いいですか、私は。はい、エスキグラナード。からの？お、カモがいっぱいいますね。いまいち当たらんな、ちょっと待って。で、奥、迫撃音な、あれ。あー、見えへんな。このライン来るよ。あらあら、私の獲物が。なんてことだ。あれは味方やな。よし。拠点側にちょこちょこちょっとめんどくさい迫撃音がおるから、ちょっと始末するか。あ、正面近くおるな。ちょっと当たらんぞ。なんやねん、これ、暴れつねえわ。暴れつまったな。
ちょっといまいちね、こう、敵を追い込みすぎちゃって、まあそこそこフェドロフの距離感じゃなくなってきたわけですよね、これは。なかなか。ねえ、これ以上近づけないんだが。いけるか？あー、ちょっと無理っぽいな、あれ。あー、車両もいるし。ちょっとフェドロフきついかな、もう。オーケーナイス！いいっすね。いい反応速度だった。いいよ。アップルかな？敵はほぼアップルな気がする。あ、おった。はい、おっ。この距離も普通に倒せるな、ちゃんと。やばい！これはきつい。アップル今のも勝ってる？いや、絶対負けた、また今。怖っ。ちょ、こっちが敵来とんな、ここらへん。一旦上登るか。多分アップルの方に固まってるはずなんだよな。どれどれ？あの子とか。微妙に遠い距離だな。やれんことはないが。アイクとか、ちょっときついか。アップル乗り込もうか。あ、スナイパーやな。ちょっときついな。これスナイパーやったらね、この街強いんだけど、そんなにフェドロフの距離じゃないか。ちょっと近づきたい。ちょっと近づきに行こう。下におるかもしれんな。行くか。まず、オッケー、ナイス。一回逃げよう。今一人チャーリー向かってたが、どうしよっかな。追っかけるまでもないか。お前や。オッケー。腰ダメの普通に倒せんな。腰ダメ精度フェドロフはそんなに良くないんだけど、まあ気にならんな。あとは、チャーリーおったか、今。チャーリーおるみたいな。チャーリー行こうか。チャーリーの方が近距離戦に仕掛けられるしな。よし、チャーリー行きます。いや、すごい右でね、足音がしてるんですよ。ここら辺そろそろ来るんちゃうか。あ、おらんかったね。すごい足音してないけどな。チャーリー行くか。取られてるし、行くか。よっしゃ。あれ、ちょっといいか。あれちょっともう逃がしちゃったな。チャーリーもおらんか。片付いちゃった。あ、片付いちゃったか。ああ、取っとくか、適当に。お、来たな。おいよ。右が来るかな。はい、落ち。まだ来るか。最後、スモーク投げたぞ、モルンちゃん、これ。あ、なんか、やりきった？チャーリー。やりきったか。やりきったっぽいが、ちょっとチャーリー、ハート下がったね、今。あ、ありがとう。危ない。まあまあ普通にこのゲームやれちゃうということですね。うん、素晴らしい。まあ相手がショットガンとか、まあオートマチコじゃない限りなんかいけそうな気はしますけど、こいつショットガン危ない危ない危ない。間違いなく今ショットガンのやつだと思う。違うかったか。あ、正面来ます。頑張っていいでしょう。きすぎ。はい、オブレツ最強。やっぱりオブレツは最高だね。うん、爆発きなんか突撃か。これ毒ガスっぽいな。敵おらん。ちょっとさすがにフェドロフさん、超長距離は押し攻めるのにもならんのな。怖いなー。ちょっと味方の人にいかな。辛いかも。どっちやこれ。危ない。危ねえ、助かった。てか俺注射器持ってへんねんな。ほんまにもう看護兵としてのなんか全う、何の任務も全うしてないんだよ。結構おるな。いやー、下おったか。いやー、爆発物すごいけど、こんなんにおじけづく TIL じゃないからね。うん。いやー、怖い。ちょっと、フェドロフ、あ、終わっちゃった。はい、まあ、途中参加45キロ12ですと、まあ、ちょっと後半はキルできたけど、中盤はいまいちやったかなって感じですけどもね。はい、まあ、ちょっと取り直しもめんどくさいんで、これで、よしとしましょう。じゃあ、フェドロフの動画でした。ご視聴ありがとうございました。